はい、皆さん、こんにちはでございます。ということで、1月9日、今、ちょうど5時、ジャスト5時、あ、嘘です、5時、5時3分ということで、アップデートがあって、まあ、タウンの、何、報酬とかが多分みんな今一気に入ったんじゃないかなと思います。僕の方にも、10連チケットとか、いろいろマインドチケットとか入ったので、まあ、そこら辺もやっていこうかなと思うんですが、今回のガチャ、見ましたか、皆さん。これあげるのが8時、9時ぐらいになりそうなんだけど、シンデレラ魔法使いピックアップということで、まあ今回のイベント、まだちょっとこのイベントまだやってないんですけど、なんとピックアップが、ユカコーで辻彩ということでアシスト。これ辻彩も欲しいんで、ちょっと今回せっかくもらったんで、ね、全部使ってやろうかなっていう感じなんですけども、このさ、これめっちゃ可愛くない？左の。なんかめっちゃ凝ってない？こんな、凝りすぎじゃない？ちょっと。え、ね、なんか全部可愛いよね。なんか、壁紙にしたいぐらい綺麗な。え、何これ。 いや、これさ、別にその効果、云々じゃなしに俺欲しいんだけど。うん、めっちゃ可愛いよね。壁紙にできるよね。パソコンの壁紙これにしたいもん、俺。はい、ということで。まあまあ、やっていこうか。もうチケット、前回がそう、華僑院当たってあんまり良くないっていうことが分かった。ゆかこどうなんでしょうか。まあね、使っていきます。使って、当たったらね、使っていきたいなと思います。でも、まさかのさ、ここなんだよね。それはちょっと面白いなと思う。ここなんだと思って、団結かなと思ったんだけど。ボインゴアシスト。まあ、辻ちゃんもね、辻ちゃん 辻ちゃんを手に入れていきたいな、可愛いんで。いや、あのね、もしかしたら、辻ちゃん使えるんじゃねえかなと思ってたの、この発表される前か。あ、このクエストが発表されてから分かったんだけど、アシスト、もう、いや、わし、あ、絶対アシストとは思ったけど、ワンチャン使えるんじゃねえと思ってたんだけど、そんなことありませんでした。はい。まあ、ユカコは出ないにしても、辻ちゃんは欲しいかなと思います。辻ちゃん欲しいね。可愛いし。まあまあまあ、どうなんだろうね。もうさ、誰かがさ、動画出さないとさ、これが強いのか弱いのかってさ、わかんないじゃん。だから俺が出すしかないんですよ。そうそうそう。出さないとね、うん、みんな、ね、どんな感じなのって、多分ね、渋るよね。公式とかでもあんまりそんなスキルとかしか発表されないから、どんな使用感なのかとか、どんな感じでクエスト回れるんだろうって思った時に、やっぱこのキャラの動きとかの動画があった方が、みんなは喜ぶよね。うん。その、ね、課金してまで取って、全然使いませんでしたってなったらちょっともったいないしね。ということで、私が身を挺して ガチャを回しておりますが、いかがでしょうか。まあ、相変わらずね、出ないんだけど。まあ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 。出すから、今年出すから。今年は出るの。 はい、はい、もうそろそろ夜。ああ、来ない。シングルでちょっとあのね、こう、厄除けじゃないけど、出すもん出しておいて、3とか4を出しておいて、10連で引くっていう。団結が欲しいんだけどなぁ、ここよりも。でもまあ、強いそうだけど、まあ、全然わかんないけど、強そうな気はしますけどね。ちょうどその、ツリー素材とかも、たくさん手に入ったんで、育てていきたいなと思うんですが、出ませんね。カモン。カモン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 。もう3は出尽くした気がするんだけど、大丈夫かな。 よし。じゃあ、10連行っていきましょう。惜しみなく使っていきます。まあね、みんな多分今日が仕事始めの人とかもいると思うんで、お疲れ様でした。10連を引きたいなと。頼むよ。夜。あ、でも、あー、背景がワンチャンっていうとこか。で、これが星4でしょう。見ていきましょう。アシスト、頼む。
お前ちゃうねんて、ちゃうねんて。だっけバニラに負けるん。お、来た。通じあや。オッケー。まあ、これがさえ出たからもういいかな。まあまあまあ。まあ、じゃあ出ないもん、絶対。出ない出ない出ない。無理無理。出ない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 。はい、出ない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 。オッケーオッケー。まあまあまあ。まあ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 、しょうがない。しょうがないけど、まあ。まあ。もう期待してない分。オッケーオッケー。もう、いいよいいよ。大丈夫。ありがとう。こういうことすると、次のガチャ引けなくなるんだよね。無課金だとね。うん。おー、ホルホース祭り。カモン、ホルホース。ホルホース。あー、ポルちゃん。星5。なんか星5来い。めっちゃダウンロードする。でも違った。もうそろそろ終わるんじゃない？もうないかな。もう期待してないんで別にいいんですが。こうさ、黒い画面だと自分の顔が反射して気持ち悪いんだけど。めちゃブス映るやんと思う。はい、ということで、無事って言っていいのかな？辻彩ちゃん出ましたので、ちょっと、まあ、動画の時間も短いので、どんな感じかっていうのを見せれたらなと思います。ちょっとスキルの方も見ていきましょうか。ででん。あ、これずっと見なきゃいけないのか。スキップしようか。スキップスキップ。はい、ということで、見ていきましょう。辻彩ちゃん、腕を振るってあげるというスキル。アビリティ確認でいきましょう。変身のお手伝い。アシストスキル使用10秒間受けるダメージはマイナス50。これ強いんじゃない？意外と。レベル1でこれだから、なかなかいいんではないかなと思いますが。で、これ全て外すってあったっけ？前から。前からあったっけ？なんかマインドの方にも全て外すってあったんで、便利になったなと思いますが。ん？ちょっと、これで回ってみましょうか。はい、ということで、クエストを回っていきましょう。これ一番最初なんですが、見た感じ、いつもと一緒ですね。くじ紅集めて、まあ、マインド変えていこうみたいなんです。有料マインド、ガチャ、マインド手に入れたら結構もらえるよみたいな。はい、では、使っていきましょう。どういう感じになるのかな ?1 しか食らないんで半分で0になるのかなええ、あ、なるほど。1は1だね。そりゃそっか。そりゃそっか。そりゃそうだよね。10秒間はまあ、攻撃力。だから、これもしかしたら、まあ強化してなくてこれだから、例えばだよ。例えばなんだけど、強敵襲来とかでももしかしたら使えるのかもしれませんね。3回あるので、3回使えるから、これでピャーンってやって、ピャーンってやったら擬音語彙力がないけど、いや強いと思うけど、これレベル上げたらどれぐらい時間が伸びるってことかな。ちょっとこれ育ててみようかな。あら、どこに走っていっちゃってる。いや、でも使いましょうか。あ、アンジェロ先生、食らうんじゃない？ちょっと、アンジェロ先生お願いします。1かよ、まあ、この時間がちょっと長いけど、でも、いいんじゃないかな。いいんじゃないかな、しか言えないけど。まあ、50% なんで半分だよね。ちょっとレベル上げてみよっか。上がるかなって思ってるかな俺。アビリティは変わりませんでしたね。アビリティの時間は10秒のまま。なので、スキル、こっち上げればいいのかな。シンデレラが登場し、味方が近づくとアタックとディフェンスアップの状態変化を付与。加えて HP を微量回復させる。
対象が女性であった場合、アタックス、あ、はあ、なるほどね。ああ、なるほど、なるほど。だから、これは、本当、ゆか子とか、リサリサ先生とかに使うと、さらにアタックがアップして、で、回復もするし、ディフェンスもつくって、え、めっちゃ強いやん、これ。これ、普通に強くない？はい。でも、これ、まあ、レベル上げて、まだ26レベル、素材がなかったんで、32か、32レベルしか上げれなかったんですけど、あれ？意外と今回、えぐないですか？まあこれちょっとね、育ててみて、まあちょっとアビリティも上げてみて、また、強敵とかでも全然使えるんじゃないかなと思います。なんでまあね、今回タウンでみんな10連チケットとかもらえたと思うんで、ぜひぜひ引いてみるのもありじゃないかなと思います。そんなに星4なんで確率は多分、悪くない。1% とかじゃなかったはず。ちょっとすいませんね。何パーかわかんないんですけども。そんなに難しくないんで、10連引いたら絶対1回ぐらい出るんじゃない？なんでこれは引いておくべきじゃないかな。引いといて損はないかなと思います。はい。ということで、まあ、ざっくりした説明ではありますが、皆さん、ぜひぜひ、ご参考お願いします。強いとか、いや、そんなに強くないよとか、いろいろコメントいただけたらなと思います。それでは、ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。